レコーディングして、その後プロモーション期間に入って、でツアーに回るみたいな、その3つのことを1年間でだいたいやってたので、なんとなくずっと走りっぱなしみたいな感じありましたよね。ほんで自分たちで楽曲も作ってたので、頭も使い体も使いみたいな。最後解散したのが30入った時だったんですけど、もうボロボロでしたね。最後解散ツアーが、47都道府県っていうんだっけ、全県回るツアーをしてたので、もうボロボロでしたね。東北で大きな地震があって、でプリプリが再結成しようってなって、じゃあどういう風にやっていこうってなった時に、じゃあコンサートしましょう、でも体力が大丈夫だろうかっていう話になった時に、学校ベースの渡辺あこちゃんが学校で副校長やってるんですけど、専門学校で、そこで田中よし子さんとちょっとね、お亡くなりになられたよし子さんと交流もあったので、でよし子さんがそういうふうに闘病の時期とか、そういう女優さんが忙しい時にファイテンさんっていうものを使ってたらしいよ、何ファイテンさんってなんだっけってなって、なんかそのお水を飲んでたらしいよとかでなって、じゃあ紹介してくださいって、なんかご縁ですよね。それは住んでるとこはその藤沢ではないんですけど、やっぱり出身に対してなんか恩返ししなきゃいけないみたいな気持ちが出たので、その時ファイテンさんから藤沢市民マラソンっていうマラソンがね、10マイルあるんですけど走ってみませんかって言われて、ああまあそれで藤沢のためになるんならみたいな感じですよね。一緒に走ってくれた時、全然お話ししながら全然おしゃべりして、今京子さん3キロ走ったんですよみたいな、これならできそうっていう風に、キロ10分ぐらいから始めたんでしたっけね。だから、まあ、これでいいならできそうだっていう風に始まったのが、はい、ちょうど50歳になってしまったので、やっぱいろんなこと考えますよね。ただ40歳で下の子を産んだので、それまでやっぱ好き勝手ね、いろいろ遊びすぎてて、今期も遅くなって出産も遅くなったので、もうその子を遅く産んだって、まあそんなおばあさんっぽくはないけど、やっぱその子を遅く産んでしまった代わりに、やっぱちょっとちゃんと元気でしばらくいないと悪いですよね。あんまりだから激しくドラムを叩きすぎて疲れてしまうとか、そういうふうには思ってなくて、まあ、できる範囲の楽しいことを、楽しいと思えるふうにいろんなことやっていけたらなと思っているので、50歳になったら、今までやってきたことをもうちょっと練り直してうまくちゃんとやっていける方がいいかなとか、なんかちょっと考え方が変わりましたね。